まあ、お気軽になんかコメントしていただければなと思います。なんだ、歌のコーナー、コナミデジタルエンターテインメントザ・プリンス・オブ・テニス、テニスの王子様。音量バランス大丈夫？まあオープニングなんで多少でかくてもいいけど。お、歌はねえのかこれ。歌なし。てててててて。てお、ザコバナさん。カオル。お、イケメン。裸。やべ、手切んのかと思った。なんか、自らの手を切り落とす、そんなシーンかと思った。なんで、あの、二人組のとこと、一人組の。なんだろ、人気のある人はソロで、みたいな。人気のないのは二人組で、みたいな。そんなあれかな。そんな差別が行われてんのかな。ドキドキサバイバル36のミスティック。36ってどういう意味？それがまず分かってないんだけど俺は。36って何？俺それやん、うわびっくりした。急に喋ったんだけど、誰か分かんない、どこの馬の骨とも分かんないやつが喋ったんだけど。ね、で早速オープニングの間にコメントが緑色とピンク色だけになってしまったので、白コメント勢も頑張っていただければと思います。まあ別にいいっちゃいいんだけど、俺は俺は米火が何色になったところでいいんだけど、まあなるべくならたまには白色も見たいなって。あ、なんかなんだなんだ、おいおいちょっと待ってくれ、俺これうだうだ喋る時間もないんけ。またスタートボタン押さないといけないのか。テニスの王子様、まあ、ドキドキサバイバル。テニスの王子様ドキドキサバイバル、毎回言う人変わるんだ。見てますよ。まあもちろん見ていただけるのもありがたいけど、コメントしていただけるともっとありがたい。ヨロップ。おお、手塚だ。とりあえずまず続きからってないよな。 Wi-Fi が遅くなってる理由、ああ、うん、まあ Wi-Fi のせいなのかニコニコのせいなのかわかんないですけど、たま台風も近づいてますからね。回線が安定しない方もいると思いますけど、ファイト。よし、僕が皆さんの Wi-Fi を応援したので。メッセージは早いでいいよな、こういうの早いがもうこういう放送の鉄則だから。メッセージ送りは通常でいいよな。スキップ、わかんねえ意味が。 BGM ってやっぱちょっと下げ目の方がセリフでかく聞こえる。ちょっとこの辺はちょっとこの辺はガンガンネタバレしてって、ちょっと本編はネタバレ しなくてよい、しなくてよいというか、まあしない方がもちろんありがたいですけど、この辺のネタバレはガンガンしてほしいんだけど。音声のみ、音声なしでやる人いるんかい。サウンドは別にステレオでもらうでもどっちもいいです。じゃあ気持ち一避けとか、やっぱセリフ聞きてえべ結局。とりあえずこれでいいか。まあこんなんでいいから、おまけモードってまあ今見なくていいか。はいはい、じゃあこんな感じでじゃあ始めちゃってよろしいですかね。まだ待ってって人、特別に早めに放送に来ていただいたっていうことで、あのまだ待ってって人は聞きますよ。ちょっとみっちゃんおしっこ行ってくるから待ってって、うん、ちょっと Wi-Fi の新しい機械買ってくるから待ってとか。何分待ちゃいねんそれ。Wi-Fi だったらちょっとした契約とかもあるから、すげえ待つぞ。まあまあまあ、大丈夫ね。大丈夫じゃない人、今のうちにマジで言っといね。うん。大丈夫ね。大丈夫。じゃあ大丈夫って言ったんで、じゃあ大丈夫にします。コントローラーの、なんか、線をうまいとこ、かけるポイントが欲しい。この辺にかけとく。はい、じゃあ、やっていきたいと思います。
テニスの王子様ドキドキサバイバル36のミスティックやっていきたいと思います。よろしくお願いします。手塚がすげえこっちガン見してるんだけどこれはどういう状況なんだ。手塚がすげえガン見してる状況、他の人誰もこっち見てないけど手塚だけ超ガン見してんだけど。はい、じゃあやっていきまーす。でや主役越前くんでしょ。あ、もういきなり主人公の名前要求されるんだ。なんか説明書ちらっと見たけど、なんかデフォネームあるみたいな話だけど、あんまりそういうの関係なくここで普通に名前入力されるんだ。手塚がテニプのメインだからなことはない、それはない。じゃあ名前、これあれだよね、普通に主人公の女の子の名前っていうことでいいんだよね。本当にガチで俺の名前教えろとかじゃないでしょ、主人公の女の子の名前だよね。うん、はい、じゃあね、主人公の女の子の名前つけていきたいと思いますけど、まあね、今回はね、なんかあんまりさ、ふざけてさ、なんかこういうゲーム放送をやるときに、なんかふざけた名前とかつけると、なんかこう、感情移入ができないじゃないですか。だからちょっとね、今回ちょっと普通の名前をつけようかなと思います。なんかね、これゲーム放送でなんか普通の名前とかつけたら、なんかちょっと、お前、そういうなんかね、変な名前つけるから逃げるの?みたいな、なんか、そういう感じで思われちゃうかもしんないけど、ちょっと普通の名前をつけてね、なんか、純粋に楽しんでいけたらなと思います。よろしくお願いします。じゃあ普通の、じゃあ名字の方から。普通のね。普通の名前をね、あんまりなんかトンチンカンな名前をつけてしまうとですね、やはり優しい感じの名前にしたいなと思いまして、今回はこんな感じでいきたいと思います。ナイチン・ゲール子でいきたいと思います。現代看護学の母と呼ばれるナイチン・ゲールから名前をいただきまして、ナイチン・ゲール子とさせていただきたいと思います。やはりね、そういう優しい感じのね、やっぱり女性に、特にこういうサバイバルゲームですので、やはり優しい感じの名前にしたいなと思い、今回ナイチン・ゲール子とさせていただきました。まあ皆さんはね、お気軽にナイチンとかゲールコーとかね、いう感じで、呼んでいただければと思います。まあ名字と名前をね、変な感じで区切ると、もしかしたら下ネタのように聞こえてしまうかもしれないので、その辺は気をつけていただければなと。ね、ナイチンゲールコーはそれで幼稚園の時軽くいじめられて、ちょっとトラウマに思ってます。ナイチンゲールコー、ナイチンゲールの誕生日誰か知らない?ちょっと、誰かナイチンゲールの誕生日知らないか?ちょっとナイチンゲールガチ勢いない?看護学校出身とかで、多分看護学校出身とかの人だったらやっぱナイチンゲールの誕生日ぐらい知ってるでしょ。7月13日マジでナイチンゲールガチでいたわこれが本当だとしたら7月13なの。ちょっと誰かちょっとウィキペディアかなんかちょっと裏取ってくれないか。これマジだと 5.1 ちゃうやんけガチ勢かと思ったやんけ、ナイチンゲールの5月12。へー、5月12か。お、かわいい、ナイチンゲール子。めっちゃかわいいじゃん、ナイチンゲール子。こんなかわいいのか、ナイチンゲール子は。ナイチンゲールの生まれ変わりといっても過言ではないね。これはいけるね。うん。看護師感あるし。これでよろしい。確か中学生ちょっとしっとりしすぎてる感があるな。亡くなったのが8月13。713というのは何の数字だったんだろう。別のナイチンゲールかな。同姓同名の。もしくはナイチンゲール子という人が本当にいるのかな。まあ、よくある名前だしな、ナイチンゲール子って。非常に日本に。鈴木みたいなもんだから。7月27日。そう、それはよく晴れた日のことだった。
いつもの日常、いつもの学校の風景。うわ、そういうわけで明日には合宿所のある島に着く。びっくりした、バケモン出たかと思った。ホラーゲームなのかと思ったじゃねえかよ。ビビらせんなよババ急にこれ出てきたらビビるだろ。あと意外と胸でけえ意外とこの人胸でけえな。知らんかったわ。あれ聞いとるのか龍馬。龍馬先生、ナイチンです。聞いてるっすよ。かわいい。今回の合宿は自然環境の中で我々のみで生活を行い、はいはい、精神と肉体の鍛錬を行うことを目的にしておる。おる。ってことは飯とかどうするんすか。飯なんか自分たちで収穫から調理までやってもらう。熟女戦じゃねえ。当然後片付けや掃除洗濯に至るまでじゃ。 NG コメント偽装するんじゃない。てか一時期ありましたね、僕がなんか熟女好きキャラみたいなの。一時期なんかそういう濡れ衣を着させられそうになってましたね。それじゃあ練習なんてやってる暇ないじゃん。これもちろん龍馬たちを倒していくゲームですね。僕はまだ分かんないのでワンチャンその可能性もあります。バカモン、そういった雑事も重要な訓練じゃ。ほう、そういうわけじゃから今日はたらふく食って兵器を養っとけ。ロリコンでもないですけどね。押し倒すのか。おう、そういうことなら今のうちにたっぷり食いだめしてやるぜ。なるほど、学園祭の王子様とはちょっと作画がやっぱ違うんですね。やれやれ、文太は食べ物のこととなると目の色が変わるね。雪村ってこんな声なの俺雪村の声初めて聞いたかもしんない。俺やっぱテニプリは原作漫画勢なので、アニメの声あんま知らないんですよね、特に後半のキャラクターって。だからアニメ勢からすると完全に無知をガンガン晒していくと思いますけど、よろしくお願いします。ま、結構豪勢な食事やからの無理もねえって。結構声高いよな雪村の声。では乾杯の温度を取ってくれ。お、乾杯の温度。わかりました。おお、手塚だね。いよいよ明日から選抜メンバーの反サバイバル合宿が始まる。油断せずに行こうって言うぞ、油断せずに行こうって言うぞ。あの人、あの人絶対油断せずに行こうって言うぞ。みんな、うわ言ったよ、油断せずに行こううわ言ったよ雪村、そういえば出した出したか。だから声は聞いてんだよな、よく考えたら。だから忘れてるだけか。でもそうだね、メンバーに入れてないから、まああんまり刹那ですよね。相変わらずだな。ベ様、学園祭だったら完全に美味しいとこ取りの。あった、ぼやぼやしてっと一階の奴らに食いつくされちまうぜ。雪村出すイベント、雪村出てこない聞いてないの。ああ、じゃあセーフ。意地汚ねえ真似すんじゃねえ。お、やっぱサバイバルだけやって今回のカイドウはバンダラ巻いてんですね。なんだと。まあまあ、二人とも量はたっぷりあるんだし慌てる必要ないよ、モモ。お、絶対バーニングモードにされるぞ、あのおっさん。いつバーニングモードにされるんだ。お、誰だ。わあ、誰やねん。あなたたちすごい勢いで食べてる。誰やねん、この可愛い子は。持ち帰りたいんですけど。ナイチンも可愛いな、おい。よりどりみ、緑だ、ね、ちょっと興奮してちょっと噛んだけど。ただ服の色がテレコになってんだね。上がピンクのバージョンと中がピンクのバージョンっていう、このなんかストロベリー&バナナっていう感じのコンセプトでやってんのか。お持ち帰り200万高いね。あれ俺延長してたっけ。あ、してるわ。6時間枠取ってるわ。大丈夫だ。だ、今日は延長の心配はないです。ありがとうございます。ありがとう、ニコニコ生放送。もうちょっと回線が安定するとなおよし。お前たちは食べないのか。誰かこの船長が一番好みですって人いるんじゃないか、もしかして。おじせんの人は、私はなんやかんやでこの船長が一番好きみたいな。
お父さん、あ、お父さんなの。へえ、こんないい船の船長さんの娘さんって結構なお嬢さんなんじゃないちんは。ってことはお父さんの名字もないちんだし。おじさん、おじさん遠慮しなくていい、一緒に食べてきなさい。おお、でも私たち無理って乗せてもらったわけですし。うんうん、ミッチーさん独特の呼び方しますね。あ、夜勤中ですか。まあ、あの同僚にバレないようにご視聴いただければと思います。気にしなくていい、お嬢さんたち。出たおっさん。あ、榊さん、今朝はありがとうございました。いや、チケット手配をミスしたのも榊グループ傘下の旅行会社、当然の処置をしただけだ。ほう、おじせんにも優しいゲームな。ああ、船長。どんどんおじさんが出てくんだけど。こちらでしたか。なんかおじさんばっか出てくんだけど、このゲーム。おじせんのゲームなのか。なんでしょう、バンドさん。彼も中学生だ。彼ってどれ？榊？榊は違います。夜勤、看護婦さんと一対一対戦の休憩室、私一人だけ。ああ、看護系の？なんか医療系の人なのかしら。まあ、ちょうど、このゲームの主人公もナイチン・ゲール子なのでちょうどいいですね。少し相談がありましてな。お二方とも相談室の方に来ていただけませんか。介護してた、大変ですね。わかりました、わかりました。お目が開いた。すぐに伺います。二人、あ、ごめん、飛ばしてた。うん、わかった。よう、越前、ちゃんと食ってっか。ていうか、なんでこの子らジャージなんだ。あの二人誰。清掃すりゃいいのに。なんだお前、聞いてなかったのか。この船の船長の娘とその友達だってよ。なんでこの船に乗ってるんすか。この船貸し切りでしょ。めっちゃイチャモンつけられた。なんでも旅行会社の手配ミスで急遽この船に乗ることになったんだってよ。ふん、気になるんなら声かけてみっか。別にそういうのじゃないっす。照れるな照れるな。おい、そこの二人。お、ナンパされるか。え、かわいいよね。でも本当に私たちのこと。主人公お名前なんですか。主人公はナイチン・ゲール子です。おう、ちょっと話そうぜ。やはりそういうね、思いやりを持った、ナイチンゲールのような思いやりを持った女性になってほしいと思ってつけました。だってさ、行ってみよう。ゲール子、君は下の名前で呼ぶか。あ、うん。面白い、本当死ぬほど友達多そう。よう、確か同い年だったよな。そうだよ、中学2年。あ、中学2年生か。面白くんだよね。お、名前覚えててくれたか。まあね。あなたは越前くんだよね。そう。そう。おっと、選択肢。へ？え、でもこれこの見た目で2年生は疑わないよ。普通に前情報なしでも俺これ1年生だと思うよ。さすがに若すぎるよ。うん、1年生。うん、そうだけど。なあ、こいつが1年以外に見えるわけねえよね。だしょ。悪かったっすね。ん、怒った。俺たちは明日この船降りるんだけど、お前らはどこまで行くんだ。俺も知らねえんだそれ。南の島にバカンスに行くの。綾香の、綾香って誰。おじさんが経営してるペンションがあるから。バカンスか、いいんじゃねえの。俺も行きてえな。行きてえよ。合宿さえなけらな。女友達が綾香なの。ええ。でもすごいじゃない。あなたたちって全国から選ばれた強化選手なんでしょ。え、強化選手って何よ。聞いてなかったの。テニスよ、テニス。キーワードテニスを入手。テニスって言葉さえ知らなかったのか。ナイチン・ゲール子は看護以外の知識ゼロ。そうなの。全国ってじゃあみんなすごいのね。40何人もいちゃありがたみないけどね。全国で40何人だからな。選ばれただけでも大したものよまあな。そんな看護だけで
テニスなんですかそれみたいな。いかがですか。どうやらこちらに向かっています。え、何ね、ミサイル。半から未明にかけてこちらの航路と交錯します。まさかミサイルか。これこんなタイムリーなゲームだと思わなかったわ。ちょっと北からのミサイルが来るかもしんねえ。やべえ、迎撃しようぜ。こんな時に熱帯性低気圧とは厄介じゃな。ああよかった、熱帯性低気圧だった。セーフ、ミサイルじゃないのでセーフ。ええ、ちょうど予定時刻に重なりますし。問題はお嬢ちゃんたちじゃ。対応は大丈夫かね。でもなんか手塚ゾーンとかうまいこと使えば熱帯性低気圧使えたらなんとかなんじゃねえの。マジでマジで手塚とかがそういう能力使ったらセーフじゃね。申し訳ない、あの二人を乗せたのは不用意でした。他はな、超人だから大丈夫だけど、女の子普通の人だから。もし不安があるのでしたら予定を変更しても構いませんが。いえ、なんとかしてみせますよ。いや手塚ゾーンだったら熱帯性低気圧からいけるでしょ。問題ありません。手塚ファントムならミサイルだって全然セーフそれに娘には万が一の時の対応は教えています。それさえ守ってくれれば大丈夫です。大丈夫かマジで、命にか。おお、ジジイ。予定通りということで。みんないるのねこのゲームは。ん、へえ、結構いるね。おお、なんか急なアニメーションが。マジか、恋愛系のゲームだって聞いたんだけど、こんなこういうなんか不穏なアニメーションがあるとは。終わりだ。でもおお、不穏な、ミステリーとかの背景っぽい。揺れがひどくなってきた。大丈夫あやか。なんとかね。でもこんなにひどい嵐に遭遇するなんて最悪。え、ドキサバにダンキューいないの。マジでテンション下がる。キャッ。おなんかミステリーとかでよく聞くキャーだよね。死体第一発見者の女性が出すキャーだったね今。いいキャーだったな。どうなったの。わかんないけど、これきっと誰かになんか包丁が刺さってるパターン。ちょっとなんか傾いてない。おしまいだ、タイタニックの再来だ。え、あ、どうして。ええ、もしかして船止まってない。ひー、うん、阿久津がまず刺されます阿久津はなんかな、第二被害者っぽいんだよな。こんな殺人鬼と一緒の部屋で寝れるわけねえよ、俺は一人で寝るぜ、で殺されるパターンが阿久津っぽい。どうなったの。もしかして事故、この船沈んじゃうの。やべややべや、大丈夫よ。そうよ、落ち着かないと。素数数えるべ、素数を。ブッチシンプみたいに。40何人乗る分の救命ボートあるんかな、こういう船って。やっぱ落ち着いて彩香、万が一何かあった時はお父さんが来るまで絶対にこの部屋から出るなって言われてるの。え、ちょっと待ってよ、このまま沈むのを待てって言うの。うん、俺もそう思う。俺も今んとこ辻元ちゃんに賛成なんだけど。だからそうじゃなくて、人数もある、よかったぜ。キャー、よし、俺もいいキャー。おお、君のキャーの方がやっぱうまいな。何やってんだお前ら。はい、どうも。え、あの早く逃げろ。ですよね。はい。おい、こっちの救命ボートに乗れるぞ。ほう、カイドウも焦ってる。ちょっと待って、私たちお父さんを。んなこと言ってる場合じゃねえだろ。なことって、急ぐんだよ。人の親父のことなことって言うのもどうかと思うけど。そうよ、行こう。ゲールコとは呼んでくれない。でもグズグズ言ってんじゃねえ、風が強いからな。手を握ってろ。え、男の人と手を握るとお父さんに怒られ。はい。お前もだ。かっけえなんか急にカイドウかっこよくなったな。はい、カイドウルート行くべ。あ、この人ちょっとかっこいいかも。あ、ごめん、俺のセルじゃなかった。ギロいえ、別に睨まれちゃった。結構あれだな、俺じゃなくて辻元ちゃんのセリフ多いのな。行くぞ、遅れんじゃねえぞ。てめ
めえこそ。あんま俺に喋らせてくんないんだな。もうちょっと俺もストーリーに介入していきたいんだけど。全国中学テニス大会を前に、選手育成委員会は全国から有望な選手たちを選抜し、特別合宿を行うことを決定した。合宿場所は海に浮かぶ絶海のこと。その島での反サバイバル訓練で精神修行を目的とした合宿になるはずであった。うん、7割くらい読めたからセーフ。だが合宿所の島を目前としている。選抜選手たちの乗った船が嵐に遭遇、その行方を絶ってしまった。なんだこのミステリーゲームの、こっからミステリーゲームとか始まらんよな。お、山海両方やってます。ほう、ドキサバガチ勢だね。うーん、チュン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 、知らない男の人が隣に寝て、え、手塚かーい。気がついたか、手塚だったんかーい。手塚ルートなのかこれ。ここはお、辻本ちゃん。ほらもう、この二人で夫婦になってるから俺の付き入る隙がないわ。手塚ルート諦めよう。なんか似合ってるもん。新婚みたいな、ツーショットの。え、なんで、あれ、あ、そうか、私たち、昨日の嵐で。大丈夫？あ、綾香、ここは？何があってこうなったんだ。みんな同じ服を着てる。わかんない。でもどっかの島みたい。マジでか。なんか普通に現実的に考えたら、でも被害者とか行方不明者とか一人二人出てるはずだよな。それが多分ないってことでしょ。ご都合展開で。すげえよなみんな。うん。Wi-Fi がダメになっちゃってる間に船がナンパしちゃった。そうです。簡単に言うと船がナンパしました今んとこ。で、おそらく無人島に流れ着きました。多分被害者誰もいません。こんな感じだと思います。産業で説明すると。島？あ、それでみんな無事なの？みんないるってわけじゃないみたい。マジで行方不明者いんのか。俺が思ってるほどお気楽な状況ではない。先生方や船長が見当たらない。ああ、まあほら、若者さえ無事ならまた日本は再建できるから。スクラップ&ビルドってなんかシンゴジラでも言ってたし。え、お父さんが？全員救命ボートに乗ったのは確認したんだが。大丈夫、きっとみんな無事よ。そう信じましょう。まあ、大概無事だよな。女二人で人、そうだな、ノルマ10人だな、出産は。おい、そっちは全員気がついたか。ベー様絶対こういう時に役に立つよな。役に立つって言い方するとあれだけど、仕切りたがりだから。ベー様みたいなタイプは必要。性格は全員無事だ。やったぜ。こっちも全員いる。うん。立花さんもなんやかんやで、うん、俺たちも揃っている。六角メンバーも欠員なし。てかベ様が行方不明だったら絶対アトベグループが探しに来てくれるから、ベ様がここに生き残ってた時点でもう勝ちゲームだよ。俺たちも大丈夫だ。あれ、なんか赤座さっぱりしてるね。なんかこのゲームの赤座さっぱりしてるななんか学園祭の時もっとこってりしてたんだけど、ちょっとさっぱりしましたね。なんか味が薄くなりましたな。同じくこっちも全員いる。おなんちゃんはなんか安定感あるな。日が中も全員います。え、日が中もいんの？日が中か。どうやら監督たち以外は全員無事みてえだな。なんで監督だけいないんだよ。なんかこれ後で実はそういう訓練でしたとか言わないよね。実はサバイバルに見せかけてお前たちを訓練する目的だったんじゃよとか。うん、仮にこれ正解だとしても正解と言わないでくれ。おじい大丈夫かな？早く探さないと。潮の流れからすると先生たちもここにたどり着いた可能性は高い。うん、ああ、みんな喋るね。その確率は 97% だ。すごいね、データテニス。ならこの島をくまなく探索すれば見つけられるんじゃねえの？すごい、一人一言ずつ喋るけど、探すったって一体全体ここがどこだかもわかんないぞ。もう攻略キャラ選別すんの？いや、ここは多分目的地の合宿所のある島だな。この近辺に他に島はね。うん、そういえばさっき向こうの山の田の方に山小屋みたいなものが見えたよ。
ほう。おそらくそれが合宿所だろう。俺たちが行く予定だった場所だ。合宿所か。とにかく行ってみようよ。真のエンディングはそこにいるかもしれないじゃん。辻元彩香攻略。マジか、女同士だったのか。そうだな。一休みしたら合宿所に向かおう。一休み、一休み。ああ、